で、これは無常なんだ。しょっちゅう変わったでしょ、現象世界。で、仏っていうのはこっちのことね。法っていうのはこっちのこと。差別のこと。まあ、差別って言わないんだな、仏教って。なぜか知らないけど、差別って言うんだ。字は同じですけど。しゃって言うんだな。漢読みじゃなくて多分語音読みとかなんかよくわかんない、知らないんだけど、差別で。で、仏法僧、僧っていうのはこれは縁由なんだ。縁由っていうのはどういうのかって言ったら、平等と差別が一緒になったところ、これここのところが僧なんだ。だから仏法僧なんだ。で、僕らが寝たり起きたり泣いたり笑ったりしてるところはここですね。だからここのところでやってんだけど、ここを分けると、色と空に、空と色に分かれる。で、色即是空っていうのはどういうことかって言ったら、これは、マジか、これは、要するにこれ見てると分かるんだけど、この現象世界っていうのはすぐここにバックアップされてる。実際は、空だっていう言い方です。スクリーンだと。要するに、いろいろさまざまなことが見えたりするけれど、それは実際はスクリーンだよ。スクリーンがあるだけなんだよ。っていうのが、色即是空。で、空即是色っていうのは、そのスクリーンがどういうふうに映るかすると、こっちの、現象世界として映っていますよと。こういうのが、ちょっと別の意味もあるんだけど、空即是色で、我々はこっちは見えるんだよ。こっちは見えるんだけど、このスクリーンが見えないんだ。これが困ったものなわけよ。で、要するに生と死の問題ってのはここにあるんだ。これ現象世界ですよ。だから人がこのスクリーンの上では人が死んだり、いろんな死んだり生まれたり、死んだり生まれたりだな、生まれてきて死ぬ、そういうことがこのこっち側の世界で起きてる。だけど実際生死すなわち涅槃と心得、ここは涅槃なんだ。で、浄土真宗でいう浄土っていうのはこのこと。これがなんだ、浄土に対する江戸だっけ、変な字だよな、汚いっていう字だよ、意味嫌うっていう、江ってなんか変な意味嫌うっていう字です、江戸。だから仏教の構造っていうのはこの3つだけでほとんど成り立って、ほとんどじゃない、基本的に全部これで終わりなんだ。で、私たちに何が欠けてるかっていうと、これちょっと四角で囲んじゃった方がよくないな。これが見えないことなんだな。このバックアップがない。そうすると、これがこっちの観点から見たとき、生死はないわけだ。あらゆる現象世界はないんだ。架空のもの。だから、生死すなわち涅槃と心得て、こういう文章になるわけ。生死の中に仏があれば生死なし、要するにこういうバラバラに見る癖、これがだから、これしか見えないから、こういうものがみんなバラバラにあると思っちゃうんだな、我々。だけど実はその絶対的なもので保証されてるわけよ、その背後にあるのは。例えば僕とこの机が一見バラバラに見えちゃうんだ、その現象世界だけで見ていくと。だけどそのこれ宇宙っていうのは、宇宙が一つっていうのは、これと一緒なんだけど、だからこれは実際はつながってるんだね。これは空間でつながってるわけですよ。だからバラバラにされてないっていうところ、だからバラバラがないっていうところがここの世界。だから別に言うと、私も机もなく何もないんだ。ピタッと一つになってる。それがこっちの状況ね。で、
なんとか、要するにお釈迦さんが悟ったって何を悟ったってこれを悟るわけですね。要はこの実際はバラバラじゃなかった、明けの明星を見て何を悟ったかっつったら、それまでは明けの明星があっちに見えて自分はこっちにいるように思ってたけど、よく気がついてみたら、よくっていうか気がついてみたら明けの明星自体が自分だったと、こういうふうに気がついたところがここです。だから自他の分別とかそういうのが一切ないと思うね。でこれがこれを保証しだよ。これを逆に言うと、この色を保証するのは空であって、で、まあ、空が一体どうやって現れてくるかって言ったら色としてある。だからこの2つは何つうの、こう要は一体なんだな。それで一体のところが、まあ、我々の実際に住んでる世界と、こういうことです。だから順番としては我々実際に住んでる世界っていうものを、まあいろ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 っていうか、要するに見ていくと、この2つに理屈の上で分けられると、こういうふうに整理が分けられるというか整理ができると。で、それで整理した上でもう一回元へ戻すと、こういうプロセスだね。これが要はじゃない仏法、そうなんだ。だから有識なんかで大円境地とか、まあ、知ってる、あんま知らないかもしれない。大円境地っていうのはこのことです。これを分かることが大円境地。大円境地の次は、そうか、で平等性質とかあるんだけど、まあいいや、ここまででいいです。で、というのが実態。そうすると、我々の困難どこにありますから、こっち側が全部だと思って思い込んじゃってるわけ、こっちがないから。ところが、これが生まれたのは、生死が生まれるのはここからなんだよ。ここから生死が生まれてるんだよ。だから、でもっとすごく端的に言うと、そうだな、ゴロさんが、ゴロさんでも誰で生まれる時あるでしょ。で、今自分がいると思ってるでしょ。自分というものがあると思ってるでしょ。別にそれは普通で、自分というのがあるんです。じゃあ、まあ時間的にやります。それで今自分があると思ってます。で、生まれた時ありました。で、こうなって今自分があると思ってます。そうすると、いつ自分が生まれたのか、こういう問いが生まれるよね。で、生まれる前は絶対ないよ。それで生まれた後のいつか、まあ、気がつい、物心をついたら自分っていうのがあるわけだ。ということは、その無からさ、自分っていうのが生まれたってことになるよね。何にもないところから。そんなバカなことはないんであってさ。で、それが生まれた前提っていうのは何かって言ったら、その一つの何もないところから、こう、いろんな何もないもの、何もないところからいろんな形をとって自分っていうものがここに生まれちゃうわけ。で、人がの生死っていうものが、自分が死ぬのが嫌だっていうのは、要するに自分っていうのがあるから死ぬのが嫌なわけだ。自分がなければ死ぬのは別に嫌じゃない。まあ、さっきうちのウサギの話しましたけど、別にウサギ死ぬのは嫌がってないよね。ただ死んじゃうだけで。そうすると、これはどうやって生まれたかって言ったら、ここから生まれてるんだよ。で、こっち側から見れば、確かに生まれて死んでいく、生まれて死んでいく、そういうプロセスがずっとあるんだけれど、実際は何も起きてないっていうことも言えるわけ。何もスクリーンは起きてないんだよ、実際。で、何も起きてないから、何も起きてないっていうところに証明、なんつうの、注目すれば生死なしなんだ。生死ない。だから、そういって現象世界としてはいろいろあるけれど、その根底的なところには何も起きてないんだよ。だから、別の言い方すると、
池田